もうなんてったってこんな素敵な曲を作っていただいて大先輩のもと、歌わせていただけるこんな幸せなことないので、これはもう必ず結果で皆さんに先輩方に恩返しします。いいね。 CD もいっぱいこれから、はい、ね、皆さん買っていただけるように。はい、この命燃やそう、君だけにあげよう。演歌歌手の新浜レオンさんが新曲すべてあげようを熱唱。木梨憲武さんと所ジョージさんが会場に飛び入り参加。この楽曲の誕生秘話を明かしました。ちょっと夢のようすぎませんかこれ。いや、たまたまビルが取られだったから。いやでも本当に僕の大好きな秀樹さん、はい、それを木梨さんもこう感じていただいて、まあはい、どっぷり私たちが秀樹さん世代というか、はい、ガキの頃、ひろみさん、五郎さん、御三家世代なんで、はい、だから、はい、なんかレオンが、はい、その御三家のああいう音楽、はい、カバーしたりしてるからね、うん、もう大好きです。でのりちゃんのラジオに来て、はい、そんな話をしてる時に、のりちゃんはもともと西城秀樹さんとかと縁が深いから、はいはい、なんかあんまり秀樹さんっぽくいかないからもっとこうだよみたいなね。もっと全力でいいよ。あ、もっとですか。あ、もっとここ走ってって、ファンの皆さんとかも、もう目の前で君だけに全てでやってて。はあ、なるほどな。今仕事で地方行ってない限り、レオンは週に5回ぐらい一緒です。そうですか、レコーディングで。いや本当に夜でも現れるから。いやいやいや、もちろんですよ。どうですか。これでもうレコーディングだけじゃなくて、もうプライベートの方もゴルフ場に行ったことないとか言うから。え、あ、そうそう、それトールさんとみんなのゴルフコンペもう初参加して。そう、いやいや本当に素直なの、すぐ来るからね。僕は危ないんで車の免許持ってませんとか言うから、運転できないですとか言うから、レオン家迎え行って、天元寺の交差点でレオン一人でゴルフバッグで立ってたりして。それはまたレアな。もう本当に年末、はい、俺らはさ、はい、何作詞作曲とかプロデュースで呼ばれるじゃん。あ、そろそろ俺ら羽織袴とか用意しなきゃいけないそうね、お衣装をね。いいな、これは。どうするどうする。ちょっと待ってください。どうする。え、それは NHK の話してます。 NHK も含めて含めてね。もうなんてったってこんな素敵な曲を作っていただいて大先輩のもと、歌わせていただけるこんな幸せなことないので、これはもう必ず結果で皆さんに先輩方に恩返しします。いいね。CD もいっぱいこれから、はい、ね、皆さん買っていただけるように。はい、この命燃やそう、君だけにあげよう。この命燃やそう、君だけにあげよう。心は今捧げる、君だけに、君だけに全てを。新浜レオンさんが新曲を熱唱。木梨憲武さんと所ジョージさんが楽曲すべてあげようの誕生秘話を明かす。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。